シデナム・エドワーズはイギリスの博物画家であるモンマッシャーのアスックに生まれた。父親は校長でオルガン奏者である。母親の一族には有名な医師のリチャード・リースがいる。幼い頃から画材を示し、11歳の時に植物画布のロンドンの植物の模写を行った。カーティス・ボタニカル・マガジンの創刊者、ウィリアム・カーティスの友人がエドワーズの絵を見て、 カーティスに紹介し、カーティスから植物学と植物画の訓練を受けた。エドワーズの博物画は人気を集めた。当時世界中から探検家たちによって新しい植物がヨーロッパにもたらされた時代であったので、植物への一般の関心の高まりは植物画の需要をもたらし、エドワーズは多くの植物画を描いた。 ボタニカルマガジンのために1787年から1815年の間に1700枚の水彩画を描き、1800年にサイネグラフカブリタニカの図版を描き、1805年から1807年の間にニューボタニックガーデンのため、1812年にニューフローラブリタニカのために植物画を描いた。カーティスのボススターと、 ボタニカルマガジンの編集を引き継いだジョン・シムズと仲たがいした後、1815年から1819年の間、自ら編集を行って、植物雑誌、ボタニカルレジスターを刊行した。パントロージアやリース百科事典などの百科事典の図版も描いた。第13代ダービー伯爵に求められて、1810年から1812年の間に、 多くのオウムの図を完成させた。エドワーズの絵は、当時のスポードなどの陶器メーカーの図柄に影響を与えた。ロンドンディンネ協会の会員に選ばれた。エドワーズは、植物の学名で命名者を示す場合に、シデナムエドワーズを示すのに使われる。ありがとうございます。